皆さんおはようございます。今回は旅の一番の目的ブラバスデイズ、これをいよいよお届けいたします。今ブラバスの本社があるボトロップ、こちらに到着して、ブラバスのオートモーティブの方ですね。スマートとブラバス、スマートブラバスはこちらで作ってますよっていう話は前回の動画でご紹介させていただいたんですけど、そこに今集合して世界80カ国以上のブラバスディーラーだったりショップがこんな感じで集まってます。で今日ここで、まあ、いろんな製品を見たりだとか、あとはデモカーの試乗なんかもあるっていうことなんで、ちょっと一日どんな感じの様子なのかっていうのをお届けしたいと思います。さすがにちょっと川口学さんとか五味安隆さんここは来てないと思うんで、ちょっと詳しくお伝えしたいと思います。改造車ジャーナリストお楽しみにということで、さあというわけでブラバス本社から約車で40分ぐらい移動してデュッセルドルフの横に流れている川にやってきました。まずは、こちらでブラバスマリン、まあ、ブラバスっていうと日本だとどうしてもその車とかそのチューニングパーツのイメージだと思うんですけども、実はそのマリンの方もやってて、一応そのマリンの試乗っていうのかな、まあ、船なんで市場っていうのはあってもわかんないですけど、乗らせてもらえるみたいです。なんでこれから、死んでも文句言いませんの、あの書類にサインをして、まあ、船の説明を受けながら船に乗ってみたいと思います。さあそしてこちら側ではブラバスのこのバーベキューができるところが、設置されてて、まあ、食事をしながらマリーに対して質問したりだとか説明を受けたりできるようになってるみたいです。この規模感が半端じゃない。これ一応車がメインだよね。ブラバス車はメインではあるんですけど、こうやって船の方も一切の妥協なくとてつもないものが、で当然内装だったりだとか、まあ、外装すべてブラバスになってますんで、船の中もちょっと詳しくお伝えしたいと思います。さあここはボトロップからだいたい2時間ぐらい離れた、飛行場にやってきました。ここで今日はブラバスのコンプリートカーの試乗ができるみたいです。 XLP とか、まあ、900シリーズと、あとブラバスのすごい音と、ロケットが2台、ロケットって言ってはこっちのロケットじゃなくてこっちのロケットですね、はい、ブラバスロケット2台試乗ができるみたいです。で奥にはブラバスクラシックも乗れるみたいです。ブラバスクラシックは、まあ、以前の動画でもご紹介させていただいたんですけど、メルセデスともうパートナーシップなんで、もう完全な修復がされて、まあ、いわゆる 0km、ほぼ新車の状態、全部パーツナンバーも全部揃ってる状態の、車に乗れそうです。まあ、要はもう当時の新車の状態が、まあ、体験できるような状態になっているみたいです。で、こっちでは、まあ、昼食を取りながらそんなことができます。よくしてくれるダークさんです。はい、それ、はい、でブラバスはもうモチュールとかその辺の、メーカーとも密接な関係になりますんで、まあ、この辺のものが全部揃ってると。で一応この空港の1キロあるみたいです。これを爆走できるみたいです。コーナーがないのはちょっと残念なんですけど、一応来場者全員これに乗れるようになってるみたいです。でもちろんそのタービンもそうだしコンピューターもそうだし、まあ、ボアップされてたりとか、なんかピストンコンロットが専用のものになってたり、まあ、別次元のちょっと
車たちが揃ってます。で当然ワイドスターキット組んであってワイドスターになってます。で専用のマフラーオイルなんかもついてます。で当然純正色でこれないんで、まあ、ブラバスでオールペイントオリジナルカラーになってるものになります。でこっちではクラシックが乗れるようになってると。これもとにかくめちゃくちゃ綺麗なんですよね。もうクロームパーツがくすんでるとかっていうことももちろんないし、足元もこの下とかももう信じられないぐらい綺麗、もう新車っていう感じです。この辺のモールとかこの辺なんかも、これもちょっと前回の動画で詳しく紹介してますんで、興味のある方はぜひ見てみてください。今回のこのブラバスデイズは、世界中30カ国ぐらい、合計80人ぐらいが招待されているイベントになります。その中でも日本の人気っていうのはかなりやっぱりずば抜けてすごいみたいです。ただ一番、マーケットとして大きいのはやっぱり、アメリカ続いてヨーロッパっていう感じみたいです。ただ言ってもヨーロッパとかアメリカってこうすごい大きいこう全部でなんで、まあ面積的なものとか、他の欧州車の規模で言ったら、かなり日本っていうのは売れてる方に入るみたいです。でこの後ろチョンギッタートラックになってるこちらも乗れるみたいです。この後ちょっと乗ってみたいと思います。あ、乗っていいんですか？ OK？ なんかそのまま乗っちゃいます。 Thank you。 電動のサイドもついててブラバスになってます。内装全部ブラボスになってます。もう見えるところが全部、うわうわやばい。え、こっち、あれさてもなさトラブル発生でなんかバタバタ言ってるっていう、なんか外れた。ちなみにこれも XLB もなんか全部ブラバスでやってますんでご覧ください。このレザーとパンチングとステッチ、もう車の中の匂いがもう全部、いわばなんかもうイギリス車みたいなレザーの匂いがします。でルーフも全部アルカンターラで張り替えられてて、まあ、アルカンタラかわかんない、ちょっとスウェードで張り替えられてて全部こんな感じで、おお、はい、やべ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 、はい、170キロ、いや、ベリーファースト、イエス、超速い、なんか本当に3秒、4秒ぐらいで100キロ以上。ちょっと僕もあの800乗らせてもらったことありますけど、それより、あ、そう、ライソンステージ、ライガインダティングシープだ、スケットファルカン、後ろの要は荷台が作られてる。
120ぐらいでコーナー曲がってってこうめちゃくちゃ安定してるっすね。これブレーキも入ってて全部ローターも変わってます。アームもこれ変わってんじゃないかな、売ってんのかな、多分これ純正このアームじゃなかった気がするんだよ。で基本的に XLP はアドベンチャーの派生モデルって感じなんで、前はこのアドベンチャーの顔で、東京店でも取り付けさせていただいたこのホイール、もう完全な無法地帯が、電動サイドもこの専用ものブラバスのロゴが入ってるやつで、マフラーもカーボンのこのトリムが付いてるやつになってます、ね、二重になってるんで普通のラインナップと違うと思います。そして皆さん気になる下回り、気になるの下回りは、あ、やっぱり全部足回り組み替えてるんですね。全部足回り下回り組み替えてます。で中も全部このフロアまで全部張り替えられてる、全部レザーです。だから車の中の匂いが本当に違う、イギリス車みたいなレザーの匂いがします。ドアも全部ペイントとこのカーボンレザーになってる。で後ろはこれ全部一回切り離してトラックになってる。あ、次の試乗が始まるみたいです。で後ろこの骨組み組んでスペアタイヤがあって、ここは多分ゲレンデのパーツそのまま使ってるんじゃないかな。こんな感じになってます。 XLB こちらをちょっとお届けしました。下回りも、あ、全部やっぱりやり替えてんだね。これちょっとカメラマン乗ってきて、どれか、はい、こっちに乗ってみてほしい。本当にアホほど飛ばせよ。コンプラとかないのかな。